楽しかったなマジで。私が狼でした。サスケ君には信じてほしいです。信じた。すごいな、規模が。どここれ？海外？海外みたい。ね、本当海外みたい。すごい。女の子からということは？すごい。可愛い口元。ちょっとお姫様みたい。小顔ですね。あら。可愛い。可愛いですね。あら、ういちゃん。インフルエンサー、19歳、女優さん。あら、すごい。すごくない？200万。可愛いね。あら、赤。細いね。すごい、ちょっと大人っぽそう。ああ、可愛い。綺麗。ニノンちゃん。17歳。めっちゃ可愛い。モデルさんで女優さん、そして映画や広告で活躍する注目の若手女優さん。ちょっと楽しみ。楽しみ。すっごいな。顔ちっちゃいね。あ、可愛い。しおりちゃん、17歳。若い。本当、今回若い。セブンティーンモデルだね。可愛い。可愛い。すごい。でもかっこいいと思って。あら、ちょっと元気ガールな感じがするよ。元気ガール。あら、可愛い。あ、なんかちょっと見たことあるな。ななちゃん、20歳。あ、大人の感じ。モデルで女優さんで、広告や美容雑誌で活躍中です。いい。おしゃれ。すごい。5人いるってことね。あ、5人か。身長高そう。ね、本当スタイル抜群。スタイルすごい。あ、可愛いね。バレリーナ。バレリーナ。どこから捕まえてきたのバレリーナ。クラシックバレエ歴17年。海外の名門バレエ学校に留学経験を持つ。変化すごいもんね。ちょっとつわもの揃いよ。なんかさ、大人っぽいんだけど、でも17歳とかいるから年齢的には若いです。若いよね。確かに。楽しみにしておりました。肝心の男性ですよね。どんな人たちが来るんだろう。白だ、真っ白だよ。王子様じゃん。かっこよさそう。スタイルいい。かっこいいね。鈴木響です。19歳です。モデルをやっています。響、19歳、モデル。かっこいいね。なんかすごいな。綺麗な顔。どんな感じ？はい、かっこいい。大久保瑠唯です。17歳で高校3年生で。K1 ファイターです。K1 選手出た。17歳。めっちゃ若いですね。すごい。かっこいい。かっこいい。最高じゃん。最高じゃん。すげえ。こんなん強い。すごい。すごいね。足長からちょっと大人な感じ。あー、いいですね。はじめまして、21歳高橋リオです。モデルと俳優やってます。リオ、出そう。あー、21歳。綺麗な顔だね。レンノンさんですね。うわ、かっこいい。出そう。緊張してる感じしたよ今。しましたね。めっちゃ緊張してんな。中村春です。17歳、高校3年生です。モデルと俳優をやってます。忘れられない恋をしたいです。よろしくお願いします。春、17歳、高校3年生です。ポップティーン専属モデル、俳優を目指す高校3年生。最後にどんな子が来るんだろう。ラストメンバー。あれ？髪型金髪です。すごい。ちょっと顔立ちめちゃくちゃ綺麗よ。わあ。すっごい若いんじゃない？のせりんです。年齢は19歳です。普段はモデルをやっています。のせりん、もう芸名だね。新世代アイコンとして注目を浴びる。洋服が似合いそうだね。本当おしゃれ。宣誓式。今シーズンのタイトルとルールを発表します。タイトルは何？狼ちゃんと狼くんには騙されない。両方来た。すごい。ついにタイトルの通り、今シーズンは女子側に恋をしない狼ちゃんが1人以上、もう禁断のルールですね。男子側にも恋をしない狼くんが1人以上潜んでいます。1人以上ってことは1人じゃないね。すごい。それでは狼ちゃん、そして狼くんの存在に惑わされることなく、10人で過ごすこの夏を最高のものにしてください。うわー、ついに来ちゃったこのルール。リーズ最新作「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」ついにスタートです。すごい、まずは新シーズンの幕開けにふさわしいゲスト INI の佐野雄大くんです。はい、ログイントゥアス INI の佐野雄大です。よろしくお願いします。雄大くんはオオカミシリーズの大ファンということで、いつもありがとうございます。ありがとうございます。また呼んでいただいて。さあ、なんと今シーズンはシリーズ史上初の新ルール、男女両方にオオカミちゃんとオオカミくんが1人以上います。ついに来ましたね、この禁断のルール。いつか来るんじゃないかと思ったけどさ、ここでそう、しかももう最終回のこと言っちゃうけど、最終回どうやって告白するのとか、確かに風船どうやってどっちが話すのとか、狼同士が告白し合うこととかっても出てくる、ありますもんね。怖すぎ。でもそんな切ないことある？お互いがお互いを騙し合いながらずっと疑似恋愛というかね。でもやっぱなんか若いじゃないですか、今回ね。みんな若いだから、なんかすごい初々しいのが見れそうだなっていう。初恋見れるかもですね、誰かの初恋。ちょっとこのメンバーはすごい楽しみ。おさらいしますと、ういちゃん19歳、女優さんでインフルエンサーです。 SNS の総フォロワー数が200万人、すごい。19歳。さあ、そしてにのんちゃん、高校3年生、モデルさんで女優さん。いや、大人っぽいなと思って、でなんかあと横顔がめちゃめちゃ綺麗だった。そんなとこ見てるわけ？そりゃ見るでしょ。17歳でもう完成してるじゃん。ああ、確かに確かに。それでなんかどういう恋愛するのかなっていうのが気になる。さあ、そしてしおりちゃん、17歳、高校2年生です。にのんちゃんと年齢一緒だけど学年違う。学年が違う。本当だ、にのんちゃんの方が上なんだね。じゃあしおりちゃんが最年少だ今回。そうですね。そしてななちゃん20歳、モデルさん女優さん。女優さんとしてもミュージックビデオに多数出演。お見かけしたことある。おしゃれなお顔立ちですよね。めちゃくちゃ雰囲気は確かに色っぽいね。さあ、そしてももはちゃん19歳、バレリーナさん。いいな。バレリーナがオオカミちゃんに来てくれるのすごくない？初ですか？初。カレンちゃんもね、バレエずっとやってましたもんね。私もロシアので留学をし、短期留学してました。本当に？はい。すげえ。初めて知ったんだけど。そうです。今初めて言いましたから。いいんですか？初情報。初出し情報。ちょっと今回はももはちゃんの気持ちがすべて分かっていただける可能性があります。可能性があります。さあ、続いて男子です。響19歳、モデル、TikTok で注目を浴びる新生モデルさん、DJ として音楽イベントにも出演です。DJ さん初めてですね。ここ。いろんな顔がありますね。ね、本当にすごいな。さあ、ルイ17歳、高校3年生、 K1 ファイター、かっこいい。かっこいい。すごいね。いや、すごかったですね。なんか映像で見ましたけど。そう、めちゃくちゃ強そう。振り返る時のさっきターンキレあるなと思ったら K1 のあれ入ってるの。そうだ。めっちゃキレあった。めっちゃキレありました。こんなかっこいいんですね。ね。さあ、続いてリオくん21歳、モデルさん、メンズノンの専属モデルで。俳優として舞台でも活動中。かっこいい。私ちょっとリオくんでいいですか？じゃあ。早いですね。早い。リオかっこよすぎない？だってなんか身長高くてさ、このひょうひょうとしてるこの表情。確かに。今回だと最年長ですもんね。あ、本当だ。ちょっとどういう感じでお話しされるのか楽しみですね。感情は。さあ、そして春17歳、高校3年生です。めっちゃ可愛かった。だってさ、女子3人が拍手したのよ。なんか可愛い。可愛すぎてのね、なんなの。可愛かった。なんかさ、高校3年生、いろんな高校生だから、ルイとかの高校3年生もいるけど、ザ高校3年生みたいな。フレッシュでした。そう、もう青春味わってるみたいな。出そうだな、学校で。いや、楽しみ。さあ、そしてのせりん19歳、モデルさんです。どんな恋愛をするのかちょっと気になりますね。どんなお話するんだろうね。なんかでも自分を持ってる人ってすごいモテそうじゃないですか、女の子って。でもこれですごいなんかにこやかにこう話すのもでも良くないですか？すごくいいギャップですね。それでは史上初、男女両方にオオカミがいる新シーズンは一体どんな幕開けになったのか、初日のデートの模様をご覧ください。最高の夏にしましょう。乾杯。乾杯。お願いします。なんかさ、今日晴れだね。電気の話したら終わりだよね。終わり。趣味は？趣味はサウナ。待って、一緒。めっちゃ好き。サウナ行ったことない。行きたいなと思って。じゃあみんなで行こうよ。行こう。どんぐらいいたんですかロシア？1年くらい。長い。バレエで留学です。バレエで留学でバレエ学校に通って。なんか上品。ボクシング。あ、そうですね。K1 ってわかる。K1 ってもう種類。怪我とか結構しちゃう。いや、自分はそんなにしないです。強いってこと。いやいやいや、そんなことない。すごい。すごい。私は占いできます。タロットと、あとなんか生年月日みたいな。あと運動が全般的に好きです。自分も大好きです。運動は。みんなは何してる方なんですか？セブンティーンのモデルっていう。あ、そうです。セブンティーンしてます。一個下。最年少よね。最年少です。見えないね。見えない。そうなんだよね。そうなんだよね。見えないよ。じゃない。見えない。あ、趣味とかは。ああ。趣味ドライブだわ。あ、免許持ってる。免許持ってる。いいな。弾き語りもする。歌歌うの好きなの。歌歌うの好き。でも趣味でしかやってない。すごい。ハーフ？うん。どことどこの？どこだと思いますか？イギリス。本当に？え？なんで？本当に？イギリス。本当にイギリス。俺マジで感じます。すごい。イギリス。じゃあツーショットいいですか？行きます？行きましょう。緊張しすぎてなんか面白い。ツーショットやばいな。誘う勇気がないですね。いや早いて。まだ心の準備がね。プールサイド似合うなこの2人。緊張するんだけどね。するね。こういうまじまじ話すのちょっと恥ずかしいね。第一印象は誰が一番なんかあったの？聞いちゃう、聞いちゃう。すごい気になる。本当？でも最初一番最初に入ってきたじゃん。でその時あかっこいいなと思った。目あったよね。俺も思った。本当？それだから読んだ。本当？ありがとう。楽しい話。よろしくお願いします。これからも長い間。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんでナナちゃんを誘ったかっていうと、なんか明るいしすごい知りたいなって思ったから声かけました。ありがとうございます。でも私もめっちゃ喋りたかったし、すごい嬉しい。うちらさ格好合ってない？合ってると思う。ね、おそろっち。おそろい。ぶっちゃけどう俺と喋ってみてみたいな。すごい気があって居心地もいいし、ありがとうって思う。照れる。可愛い。嬉しい。恥ずかしいんだけど。照れる。楽しい。可愛いここ二人。何？のさみんがこうやって恥ずかしがると思わなかったよ。ちょっと。やばいな。改めて二人で座るとやばいね。やばい。なんかタイプとかってどういう感じ？でもまあなんやろ年下とか年上とか同い年とか結構あんま気にしてへんねんけど。なんか結局は好きになった人がタイプみたいな。ああ一緒やわ。なんか一目惚れとかじゃなくて、なんか箱ないよね好みの。そう。なんていうのこの人みたいなこの人にはこの人の良さがあるしみたいなね。でなんか後から好きになんか分かるみたいな。あ俺好きかもみたいな。そうそうそう。えそうそう。こんなことある？そうそうそう。一緒やわ。なんか最初一緒に行ってめっちゃ素敵だなって思って支えました。私も教会で振り返ってきてなんかすごいかっこいいって思って。本当ですか。なんか結構ガタイ。あ、そうですね。だからなんかそれでなんか K1 ってきてあ納得って思って素敵。K1 ファイターとさバレリーナってすごい真逆なさなんかでもいい。メンバー見てどう思いますか。みんなさかっこいいし可愛いし綺麗だし。いや両方にいるってことだもんね。しかも好きだったら狼ちゃんでも関係ない。うん。21歳ですよね。だから私女の子の中だと一番上なんですよ。あ、そうだね。勝手になんか頼りにしてます。いや、俺も頼りにしてます。なんか年近い人いてくれてよかった。うん。しかもすごいコミュ力だから。いやいや全然なんです。なんかすごい楽それいいことですか？いいことです。キュンキュンさせないとお願いしますなんて呼んだらいいですか？しおりで。しおりで。なんて呼んだら？ルイでいいです。ルイ。お願いします。お願いします。ギョギョシ。ルイ。ちょっとかっこいい。かっこいいですね。いや、コミショが発動してた。まあ、初めましてだと難しい。自分も多分まだそんな出してないと思うんで、これから。はい。はい。可愛い。いいね。どうでしたか？どうだった？どうやった？全員と話した？まだ4人。みんな4人。あ、全員と話した。おお、すごい。すごい。うちさちょっとドキドキしてる人いるの。ノセリン君とあとボクサーの子。ルイ君。ルイ君。へえ。じゃあもうすごい絞ったとしたらみんな誰？はるくんか響くん。全く一緒。一緒？やっぱその2人がね話しやすい気がする。話しやすかった。はるくん。2人ともかな。とかなっちゃう。しおりははるくん。一番話す人気だね。人気。意外と人気。やっぱ話術。誰だった？でもりおくんと響くん。疑ってるけど、でも話しやすかったからさ、普通にかっこいいしね、シンプルに。確かに。自分が好きになった相手とか。自分が好きになった相手やだな。悲しいね。好きになれるかな。そっからだよね。まだあと1年生ですね。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ろう。ファイティン。ファイティン。みんなまだ話してるかな。爆笑じゃん。すごい盛り上がってる。すごいね。なんであんな盛り上がってるの？仲ええな。何話してんだろうね。気になる。あんまりその誰が狼かって俺意識して喋ってないかも。そうなんだよね。まだできないです。誰が狼っぽいの？女子、男子。響くんでしょう。響く。そう、本当に？マジっすこれ。言われてみればそうなのかも。でもなんか誰にもそれは当てはまるかも。誰なの？響っぽいけど違う気もする。てか違う気がする俺は。なんかもうこういう性格だからさ、勘違いするのはしょうがない。誰なの？響く。俺ルイ。俺も一番最初からそう思ってた。女の子はだからももはちゃんかなって思う。それを話してみて。うん。どうですか？ういちゃん。ああ確かにでしょ。そうなんだ。俺本当にぽいなと思った。確かに。なんか落ち着いてる人っているよ。けどなんかあの落ち着きは違う。うん。ちょっと。僕はニノンがちょっと怪しいかな。一歩引いて見えてるっていうか、それが狼だからなんかなと思うし。僕はナナちゃんかな。なんかめちゃくちゃ話合わせる気がする。もうそういうもんとして見ちゃってたからけど、確かに言われてみれば。で今日の夜みんなであれ。誰に手振ってるんやろ。分かんない。俺だ。俺だっつって。嬉しい。羨ましいな。なんで？嫉妬しない。ええよ。妬んでるもしかして。いやライバルやから。もう。楽しみ。すごい。こういう感じだ。素敵だ。すごい。見て。えこれ中に入るの？お、びっくりした。やばい見て。これよりファーストイヤリングを行います。何それ？イヤリング。何それ？男子メンバーは第一印象で気になった女子1名にイヤリングを渡してください。うわ。緊張する。男子から女子に渡すんだね。あ、これか。かわいい。ブレスレットと違って見えちゃうね。隠せないね。あ、確かに。俺赤。俺黄色。緑。紫。俺青。はい。覚えた。こうやってつけんすよ。そう。つかないよ。やば。つけんの難しい。つけんの初めて。みんなで練習して。硬すぎても嫌だ。走るのでも距離縮まりそうですね。硬くなる。誰に渡すんだろう。なんか同化しそう。僕ね。ちょうどいい。僕ね。分かってんの。なんかさ、心が綺麗になるね。可愛い。急に可愛い。一回こうやって撮ろう。うわ、お似合いこの。ね。奥まで行こう、奥まで。こんなところあるんだ。広くね。やばいよ。おお、やばいやばい。すごい。よっしゃ。よし。やばい。オッケー。オッケー。ここで撮るの？やるしてる。最高。可愛い。綺麗よ。すごい。誰から言うの？本当。めっちゃ落ちてるから。来た来た来た、なんか来た。ちょっといいですか？おいで。二人でお話ししませんか？ぜひ。響き。やばいね。もう全然。渡したいものがあって。で。ファーストイヤリングでございます。赤だ。しかもドレスの色と一緒。ドレスの色と一緒にしたの。え、ずるいな。やばくね。やばいね。どっちがいい？こっちがいい。左？うん。ちょっと待って、やばい。この瞬間いいですね。ねえ、こんな緊張しそうだけど。もういいな。いいね。本当？最高。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。嬉しい。狼ちゃんじゃない。じゃないです。本当に。本当に。狼くんじゃないです。いや、マジで違う。本当に。本当に違うよ。信じるよ。本当に信じて。本当に。全然そうっぽくないでしょって。いや、めっちゃそうっぽいんだよね。いやいやいや。そう、みんな言ってるよ。みんな言ってる。女の子たち。顔が狼って言われてる。顔が狼。何言われてんの。みんな入ってる？置いてみて。青春じゃん。めっちゃ青春。これは？え？何？こそこそ喋ってる。なんか来てみたいな感じじゃないですか。そういうこと？すごい、なんか惜しいんだ。ありがとう。ありがとう。なんか二人で喋りたくて。喋りたかった。喋りたかったからなんか嬉しい。綺麗、一番綺麗な部屋に確かに来てほしいなと思って。ありがとう。いやいや。なんか一番年上だけど俺が関係なく喋ってくれて、なんか嬉しいなと思って。でもうちもめっちゃ喋りやすくて。本当。ありがとう。いや、こちらこそ。だからすごい嬉しいです。嬉しいですか。はい。だから行きます。はい。はい。あ、綺麗、可愛い。似合う。りょうくんからもらえて嬉しい。本当。うん。光ってるよ。なんかもうこれ明るくなってほしくないもん。恥ずかしいから。暗いまんまがいいな。綺麗なんだけどね。でもさっき話してて、狼じゃないと思う、リオ君。なんで？信じたいから信じる。信じてください。でもなんか俺もナナちゃんは狼じゃないと思う。マジ違うよ。なんかその笑顔は嘘じゃないかなって思う。どうなんだろう。おいいね、2人。なんか呼び出した理由は、多分まだまだ長いから楽しくやっていけたらいい。じゃあつけさせてもらいます。やっぱつけて。はい。似合ってる。ありがとう。嬉しすぎてちょっとにやけが止まらない。これからお互いバレーとか頑張っていけたらいい。ね。頑張る主人。うん、頑張ろう。試合本当見に行きたいな。でもなんか心配しちゃう絶対。ああ、殴られるとこ。いやでも殴られるとこ見たらもうどうしよう。リング上に上がって助けに行きたい。まあ狼ちゃんじゃないって信じてます。狼ちゃんじゃない。狼くんじゃない。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 違う。信じてて、うん、信じる。この空気感が愛おしすぎてもう、はあ、幸せ。いいですね、柔らかな空気。もっとたくさん思い出作りたいね。うん、普通にアスレチックで遊びたい。行きたいね。探しちゃった。あら。ちょっと奈々ちゃん借りてもいいですか？もちろんです。のせりー。次のところに行きたくて、はい、やっぱ奈々ちゃんすごいな。俺ね、色選べて黄色なの。わかる？嬉しい。うん。いい？はい。あ、リオからもらってない方の耳に。そうですね。いいよ。はい。ありがとう。可愛いです。待って、俺さ、これが好きなの。さっきからずっと言ってんだけどさ。うん、分かった。これ。そう。何？あ、何これ。片思いハートっていうらしいです。逆もやろう、逆。いいよ。グー作って。こう。じゃあ、二人の約束の際にこれにする。はい、これにしましょう。信じてるっていう。信じてます。信じてる。流行りそう。だよね、うん、俺もそう思う。絶対そう。すみません。あら、ちょっといいですか？昨日、はい、いいですよ。話したいんで一瞬ちょっと話してください。話しましょう。はい、これやば。おお、ちょっと大丈夫？やばくない？これ道こっち？こっち行こうぜ。ちょっとすごい密着。やばいやばいやばい。これ横どうなってるの？立てない立てない。あ、すごい。めっちゃキャリー。オッケー。いけた。ありがとう。ちょっと割り込んじゃったけど、まあそういうことですよね。どういうこと？リノンと話してる時が一番楽しかったし、結構ドキドキして。本当。だから一番とは言わんけど、でも。ちょっと片隅に置いといてくれると嬉しいなって思います。結構真ん中にいるよ。本当？リノンちゃん。いい人なのがもう染み出てる。もうなんかにじみ出てる。この人いい人なんだろうなって思う本当に。本当に。うん。あ、普通に顔もタイプ。すごいすごい。ごめんだけど。これ言うの大きいですね。ね。恥ずかしい。顔見て話せんわこれ。じゃあやめて。いいですか？はい。リノンちゃん、今まで見せなかった顔だね。可愛い。やった。嬉しい。可愛い。ありがとう。わあ、久しぶりのこの感じ。ドキドキ？やばいな。してる？いいですね。あ、すごい。いや、あるじゃないですか。あるよ。次回のデートについてお知らせします。本日ファーストイヤリングを受け取った女子は気になる男子からもらったイヤリングだけを次回のデートで使用してください。はっきりやるんだ。まだ自分の気持ちが決まってない場合や迷っている場合、他に気になる男子がいる場合は着用せずに参加してください。マジか。この2人は悩むね。どうしましょう、2人以上。面白いな。さあ早速新システムのファーストイヤリングで男子の矢印が明らかになりました。響はにのんちゃんに、リオはななちゃんに渡しました。で、るいはももはちゃんでした。そしてのせりんはななちゃんに、さあそしてはるはにのんちゃんに。そうだそうだ。響くんが絶対こうぐいぐい前に来るから、はるくん勝てるかなっていうか、ちゃんとで好きって言い続けられるかなっていうのが楽しみなんです。そうですね。でなんかるいめっちゃかっこいいですね。かっこいい。いや男から見てもやっぱかっこいいよね。かっこいいかっこいいです。かっこいいです。だって17歳に見えないですもん。確かに。立ち振る舞いというか素晴らしかったですね。さあただ今回のファーストイヤリングはここで終わりではありません。さあ注目はリオのせりんの2人からもらったななちゃん、そして響とはるからもらったにのんちゃん、どちらをつけてくるのか、はい、さあそしてるいが渡したももはちゃんはどうするのか、3人の女子の耳に大注目です。今日学校で休み？じゃあ途中参加。あ、そうなんだ。学校ね。もうみんなつけてるのかなっていう。ね。見れなくね。教師。見えないね。いきなり普通に見に行くのは。ちょっとちらっと。やばすぎる。あ、でも。あれ？反対の耳かなこれは。今日は楽しんじゃいましょう。乾杯乾杯乾杯。うまい。スイカ食べよう。肉？めっちゃうまいっすよ。え、スイカ食べていいの？めっちゃみずみずしい。マジ？イヤリングをさ渡した人。みんな私たちはみんなチェックしたもんね。もう見えない。いやそうなんだよ。マジ本当に見えない。てかついてんの？マジ見えない。髪長すぎて。えでも確認せんと。どうやって？無理だ。ルイルエが言ってみる。いや無理だ。俺が一番ないだろ。一番強いんやから。いやないやろ。ない。最初はグー。いや可愛い。ありがとうございます。負けたくない。最初はグー。違うないぽい。やばい。よろしくお願いします。お願いします。ゴミお願いします。はい。ゴミ。手洗っていいですか？こっちか。あ、手。お願いします。もう男子終わった？終わった。早っ。マジ？どうだった？どうですか？ななちゃんは片耳だけかけてるけど、こっち隠してるから。こっちはどうだった？見えない。何なんですか？こっちでこうしてるの？こっちでこうしてる。じゃ見えねえの見ろ。イケメン変えてみてって言ってみて。やばいそれは。ももはちゃんもう絶対見えない。可愛いやだもんね。何なのこの会話。だってさ普通にこうやって見れはしない。まああとで2人で誘い出すしかもうないと思います。あとやろ。海よ。バレバレだからね男子たち。バレバレだよ。楽しい。めっちゃ綺麗。ね。ここ座る？うん。ういちゃんだ。ういちゃん。あ、柔らかい。結構柔らかい。なんかイヤリングさ、にのんちゃんにあげてたやん。うん。なんでにのんちゃんにあげたんかなと思って。気になるなって人に渡したのがにのんちゃんやったの。ういはね、はるくんから欲しかったしもらいたかったしけどなんかもらえへんかったから、なんかここからもっと挽回できるように頑張る。かわいい。頑張るね。頑張る。うん。あのめっちゃそう言ってもらえて嬉しい、だからよくなんか話そうって誘うかもしれへんけど、話してください。いっぱい誘ってください。こちらこそお願いします。もっと話そう、ね、すごいお座る。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よいしょ。させてくれてありがとう。こちらこそ、こちらこそこちらこそやばい。なんかこの間ずっと敬語だったじゃん、なんか今日急に写真とか撮っててさ、お互い知れた感じして。ああそうだねこの間さ、初日かな、あのイヤリングみたいなのあったじゃん。でさあ第一印象さ、ももはちゃんに俺が渡しに行ったでしょ。出してたので、だけど2人で迷ってて、その1人がそうだったから誘ってくれて。嘘、本当に嬉しかった。本当に、ありがとうございますなんか照れるやだこれやだ見られるのやだそう本当に嬉しい。今日話してみて、こんな笑うんだみたいな。ああ確かに全然違うよ。ギャップに惚れました。ありがとうございますいっぱい話そう、いっぱい思い出作ろう。そうだね、イヤリングな全然見えないのマジで、隠してるから。バーベキューの時とかこうやって今見ても何色かわからないっていうえみたいな、何色がついてるのか。何色？あ、黄色だ。黄色だ。照れちゃった。なんか迷ったりしなかった。うちは他の男子とも喋ってないし、もっとさ、みんなどういう性格かまだわかんないから。そう、俺もそうなんだよね。わかるわかる。でもみんなのことハッピーにしたいけど、でも大切な人のこともっとさ、ハッピーにしないとダメじゃん。って思って。一番好きだからのせくんのつけた。1秒見つめてすぐまたそらして触れそうな距離はやけに風を感じて言葉を探して見つかって引っ込めてまた頭の中だけあだこだ言えて一人だけ誘い出してよそ見なんてもしないように胸の奥にその手で触れてほしい。風に流すから言葉にしていいよ。ゆらゆらと揺れてる心ほろ苦くてない記憶一つずつ抜けたらその声届くから。いや気づくほどにぎゅっと掴んでそっとかわして見ちゃうのも複雑だな。なんだろうね。どこに？なんですか？すごい景色綺麗。そうなの。おっと。すごいね。あ、何が？あ、ここでニノンちゃんがおるね。お疲れ様。来た来た。お疲れ。会いたかったんだが。学校お疲れ。いやまだこれからこれから。また耳が見えないよ。これもこれも意味だしね。隠してるやっぱり。日焼けした。見えた。ガチで赤くなった。見えた。隠してる。嬉しい。めっちゃ緊張してるよ。夜景を。やば。あれは愛しくて。なんで？これ怖。緊張するな。今シーズンの共同作業について発表します。今回のテーマは恋人たちの夜を明るく彩る世界に一つだけのイルミネーション。イルミネーション。イルミネーション。今皆さんの目の前で輝いている夜景のような美しいイルミネーションをオリジナルで制作し、イベントを開催していただきます。またイルミネーションイベントの宣伝のため、次のイベントに出演していただきます。開催日程2022年9月3日土曜日、開催場所埼玉スーパーアリーナ、第35回マイナビ東京ガールズコレクション2022 では共同作業のリーダーを男女それぞれ1名決めてください。男子はもう決まってるよね。決まってますよ。理論じゃねえ。でも二の全然いいよ。本当？もう決めるの早くない？本当？じゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。どういう運命になるか。ああいうさ、フォトスポット。どうですか？まあ。じゃあ鳥もあそこの2人とロッカー結構ねアイディアまとまってきたんだよ。響とニノ行くよ。やばい、なんか夫婦感貫禄出ちゃってる。待たせてない春がなんとも言えない。良きありがとうありがとう。リーダー同士だね。すごい。だからどっかすぐまた喋り行こう。いいよ。ちょっと喋り行ってきていい？失礼します。夫婦やん。の。でどうだった？リーダーになってみて。リーダーになって？でもね結構得意なんだよ。リーダー？うん。修学旅行の班長とかもやってたし。中学の時。俺も割とこう人前に立って考えること好きだから。うん好きそう。そう。一緒じゃんリーダー。見てる見てる。頑張ろう。頑張ろう。してる？してます。してない。どっちもしなそう。してない。してない。意見とかも出してくれるし、ノリいいから。つけてないんだってこれショックだな。ずっと喋りたかった。マジ？ここも気になる。ここ。ももはちゃん。めっちゃ濃い一日だったよね。そうだね。なんかもう海でついてないって多かったから、なんか話しかけにくかった。そうだったんだ。なんかそう今日ずっとなんかちょっと壁あるなって思って。あったよね。あったよね。そうでなんか話せないなって思ってた。確かに。そう、それでさ、イヤリングをねつけたかったんだけど、なんかみんながいるの恥ずかしくて、なんかみんなの前でつけるの恥ずかしくて、それでつけてなかったんだけど今つける。マジ？今は今なんかいいなって思ってる人、まあ、りっくんだけ。マジ？めっちゃ嬉しい。つけて。あ、いいよ。ありがとう。似合ってる。ありがとう。みんなチェックしてたんだよ。なんかみんな髪下ろしてたじゃん。で、わかんなくて。なんか言ってくれて嬉しいっていうか、ホッとした。本当？でもなんか誘ってくれてめっちゃ嬉しくて、めっちゃキュンってしちゃったのさ。それであこれだと思って。これだって気づいたんだ。これだこの花だって。かわいい。なんかイヤリングのことちょっと悔しいって思った。なんだろうね、頑張ろうなんだなっていうのをなんか言いたくてなんだろうお疲れ、どうしたの？ちょっとニノと話してもいいですか？いいですか？話しましょう。話したいです。じゃあ僕は一旦ごめんなさい。行きましょう。二人の距離が縮まるたびに不安も大きくなってゆく。君のこと本当に信じていいの？やったあれからちょっと日空いたけど、なんかこう考える時間もあったと思うし、あっためっちゃあった、ずっと考えてた。うんで、いやぶっちゃけどピアスとかあったけど、つけてる？両方つけてない。迷っちゃって。迷い、何なんだろう。なんか2人とも全然感じが違うのね。だけど2人とも楽しいって思っちゃって。迷っちゃってるんだよね。嫌やったら答えんでいいけど、どっちに傾きそうやった？聞いちゃう。聞くわ。なんか聞かんと後悔したくないな。正直ハルくんにしようと思ってた。今も話しててやっぱ楽しいし、普通に本当に思ったのは、悩んだ上で俺を選んでほしい。響くんみたいにかっこいい恋愛できんけど、自分の感情を好きになってくれたら嬉しいな。やっぱ 100% 中村春でもっと話そう。そうだね、これからだね。いや今回のメンバーも最初から好きになるね。大好きになるね。なんかすごいリアルですね。めっちゃ表情とかも染みる。さあファーストイヤリングの結果はこうなりました。ななちゃんがつけてきたのは黄色のイヤリング、のせりんのイヤリングでした。はい、さあにのんちゃんの耳にはイヤリングがゼロでした。一本海ではつけていなかったももはちゃんにがっかりしてたるい。でもまさかの恥ずかしかったから持ってきたパターンでした。いかがでしたこの二人は？一番いいですよね。でもさ、海で喋れなかったのよ。うわーみたいな、つけてないんだって。その時間は大じゃないですか。そう、それがあるからこそ。あるからこそですよ。この一回失恋してるっていうのがいい。また振り幅になってくるのか。振り幅があって逆に。ももはちゃんの言葉もすごい良かったですね。なんか言い方も可愛かったしでしたよね。誘われた時に。キュンってしてみたいな、これだそれだって思った。それが恋なんですよっていう、なんかももはちゃんがなんか落ちた瞬間というか。次あれあったらそうですよね。はいはいはい、やっぱあるよね。あるよね。座ってる狼ちゃんと狼くんには騙されないでは、視聴者が最も疑わしいと思った男子女子それぞれに1票ずつ投じる狼投票を行い、男女合わせて最も票が投じられた1名が脱落します。男女合わせて。また今回は脱落したメンバーの復活を叶える落ちないで投票も同時に行います。視聴者が脱落してほしくない男子女子それぞれに投票し、その票数が脱落メンバーの狼投票数を上回っていった場合、復活することができます。これはあるんだ。10人で1人だけ。男女の中ででしょ。今日めっちゃ濃い一日だった本当に。ずっとなんか女子の中でもニノに会いたいねってずっと言ってた。嬉しい。でもちょっとずつみんなの素が見えてきた気がする。いや、それはあるね。なんかやっぱえぐい太陽ライン使います。うわ、意外。誰？え初日に太陽ラインって、太陽ライン使います。誰が？なんだろう。女の子？誰がいる？びっくりする人？ういちゃん。ういちゃん。ういちゃん。ういちゃん積極的ですね。そうだね。ガチ？おんもろ。やば。Oh my god。マジ？春だ。これは誰か行くのかな。ういちゃんどうすんだろう。おくんどうして行くの。ういちゃんのことあんまり知らなくて、さっき喋った感じ、あ、意外と楽しいと思ったから、いやでもやだ、普通になんか知らないところで2人で仲良くなるのは。あれ嬉しい。これは嬉しいじゃん。やばいな。やだ。どうなっちゃうんだろう。やだ。楽しくなってきたじゃん。いいですね。超楽しい。ということで初の LINE はういちゃんから春への太陽ライン、そこへういちゃんとお話をしたかったというリオが参加しました、そして春が気になるにのんちゃん、さらににのんちゃんが気になる響が参加となりました。次回いきなりライバルが激突します。楽しみ。これやっぱういちゃんって行動力ある子、ありますね。すごい人見知りだと思った。ぐいぐいいきます。でもまあ春もいや気になってるって、チャンスあるって言ってたから、これはどんな展開になるのか楽しみですが、さあ佐野くんから大切なお知らせがあります。はい、僕たち INI のサードシングル「M」が8月24日にリリースされます。皆さんぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。さあそして「狼」シリーズのスピンオフ企画の配信が決定しました。ある願いを叶えるために集まったカレーオオカミのメンバーたち、果たしてその願いとは。春とオオカミちゃんには騙されない七夕チャレンジスペシャルがいよいよこの後配信スタートです。ということでまた来週です。せーの、ガオガオ。なんでサスったが聞かへんの？聞いていいの？嫉妬したってのもある。行くって言ったら響も来るかなって思った。それは行くよ。いつか思ってもらえるように頑張ろうかなって思ってます。もっといろんな人と話したいなって。迷うよね。でもその中でやっぱ一途な人ってやっぱ勝つなって思う。2人だけもう別世界じゃん。嘘でしょ。すげえ最高だ。なんかめっちゃグッときちゃいました。どうかな、本当に俺のことなんか考えなくていいから。どういう日本語なの？ナナと2人で話させろ。決めてほしい。ライバル増えちゃった。どうすんの？行こうか。やめなよ。行くの？やめて。なんで行くの？ずれ落ちる。